回は全米ビルボード R&B ヒップホップ部門で1位を獲得した楽曲、プロデュースされたトリルダイナスティさんにお話を伺っていきます。トリルさん、北茨城のご出身ということで、今日は天津記念いずら美術館でお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、まずあの全米1位、はい、しかも日本人初の快挙ということで、はいはいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。あのまずその全米1位だって聞かされた時の感想などもちょっと聞きたいんですけれど。やっとかっていう感じですね。あの作曲始めてから1年でビルボード取りたかったんで、はい、結果4年かかっちゃってるんで、あんまり嬉しさはなかった。どっちかっていうと安心したというか、あ、よかったっていう、やっと取れたっていうのが、まあ、素直な気持ちだったっすね、はいはい、あの作曲されてから4年でっていうお話で、うん、やっとっていう言葉がすごい印象的なんですけれども、もともと音楽でやってらっしゃったんでしょうか。音楽というかずっとその21ぐらいの時から DJ をやってて、24とか5ぐらいから作曲始めて、で今28なんで4年目って感じっすね、はい、そうなんですね、はい、ちょっと過去から遡ってお話聞いていきたいなと思うんですけれども、幼少期というか、はい、どんな少年だったんでしょうか。ずっと野球をやってた少年だったと思うっす。いくつぐらいの時から。多分3歳ぐらいじゃないですかって俺は言われてます。3歳ぐらいからボール握って、はい、なんかキャッチボールっぽいことをしたりとかしてたっていうのは聞いてたんで、大学2年までなんで、大学2年って何歳ですか、ちょっと分かんないですけど、大学2年ぐらいまではずっと野球やってましたね。ちょっと故障しちゃって、はい、もう野球できなくなっちゃったんで、あの辞めましたけど、それまではずっと野球だけって感じでした、ね、今野球一筋っていうような、あのお話だったんですけれど、音楽となんかその触れる機会というか、青春時代聴いてた音楽とかってどんなジャンルなんでしょうか。いや、それこそ大好きだったのは小袋、ミスチル、あと、ビーズとかも好きだった記憶ありますね。多分 CD 全部持ってたんで、はい、そのヒップホップとか R&B とか、ジャズとかそういったのは一切聞いたことないし、学校の音楽の授業とかも多分半分ぐらい寝てたはずなんで。そうなんですか。はい、教科書をあんまり見た覚えがないですね、はい、だから音楽は一切多分やってこなかったっていうのに等しいです、はい、その当時ってなんか自分で音楽を作りたいとか、なんか何か楽器やってみたいみたいな思いとかってあったんでしょうか。いやー、多分なかったと思いますよ、単純に音楽自体もそんなに多分好きじゃなくて、はい、音楽がかっこいいっていうような聴き方は一切してこなかったんで、だから今結構不思議ですよね、はい、そこからどうやって、はい、その今のトリルダイナスティさんが生まれたのかっていうところも非常に気になるんですけど、はい、何かきっかけとなる出来事があったんでしょうか。そう、きっかけになるの、作曲家になるって決めたきっかけは、やっぱりその当時 DJ やってて、来ていただいてるお客さんに対してこう楽しませなくちゃいけないのが DJ という職業なんですよ。ただ僕の場合はそのみんなを楽しませたいっていう欲がなくて、その自分がかっこいいって思ってる全然売れてないとアーティストとか、言っちゃえばインスタでフォロワー500人ぐらいのラッパーでもかっこいい人とかいるし、そういった楽曲をクラブでかけてたんですよ。本当にその独りよがりの DJ というか、それでやっぱりどん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 、やっぱ東京とかいろんな、福岡とかいろんなとこ行ったりしたけど、やっぱりあんまりその僕的にこうしっくりくる職業じゃなくて、ちょっと DJ もうできないかなって考えてた時に、その僕の周りの兄弟たち、ブラザーたちが、そのいや、トリル君さって、あのいつもそんなコアな音楽かけてるんだったら多分作曲やったらいけるっしょみたいな、だからやってくださいよみたいな、絶対やんなくちゃダメっすよみたいな感じのことを結構な人に言われて、じゃあ作曲やるかっていうので、あの
お金もなかったから、はい、あの中郷に山田電機あるんですけど僕の地元に、はい、そこのあのなんか言っちゃえばクリアランスじゃないけども出張用の小さいパソコン1万5000円ぐらいで買えるようなパソコンあるじゃないですか、はい、あれとあの本当にちっちゃい24鍵盤っていうキーボードがミディキーボードってやつが売ってるんですけど、はい、それ買って始めたっすよ、はい、そうなんですね、ですです、はい、音楽、うん、今までやってこなかったんで、そして DJ の経験があって、でそして作曲っていうような流れに今話聞いていたらなっていたんですけど、うんうんうん、楽譜とかって読めないです。あ、はい、そうなんですね、はい、そんな中でも作曲ってどういう風にやってらっしゃるんですか。多分その、ね、作曲っていう概念でやってないんだと思うんですよ、うん、僕の場合ってその作曲家からしたら作曲じゃない、あくまで僕のその頭の中に出てきたメロディーを手を使って表現してるだけなんで、そこに理論とか概念というものがないんですよ。普段こうやって生きてて、まあ、結構僕その仕事やってた当時とかも仕事中でも鼻歌録音したりとかしてたんですけど、そういったその一瞬一瞬に降りてきたもの、この授かったものを単純に消化するっていう作業なんで、うん、そうそうそう、だから別に楽譜読めなくてもできちゃうんですよね。もうなんか感性を研ぎ澄ませて、うん、もう一つ曲にしてるっていう感じですね。そう、まあまあ、分かりやすく言うとそうだと思います。自分の頭の中にあるものをこう今 この瞬間もフィールして感じたものを、それをこの手を通して表現してるだけなんで、うん、実際に作ったその曲たちをこう自分で発信するだけだとなかなか広がっていかないと思うんですけど、どういうふうにして全米1位を取るほどまでになったのかっていうのがちょっと気になりますね、うん、はい、そう、僕もね、あの結局今おっしゃる通りで、うん、一人で作って一人でプロモーションしても限界ってあるんですよ、人間、まあ、特に僕みたいにそのまあ、今でも末端だけど、その末端のプロデューサー作曲家っていうのってやっぱり一人じゃ何もできないんですよ、まあ、人間生きてて一人で生きていける人っていないのと一緒で、作曲も一緒で、じゃあ僕はどうやったかって、あの僕の好きなアーティストの作曲家を巻き込んでいった、どん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 、言っちゃえば一人で 0% 誰のこともプロデュースできない、作曲したビートを渡せないっていう現状の中、アトランタに僕の好きな、まあ、リルダークっていうアーティストがいて、そのアーティストの楽曲をプロデュースしている人間と一緒に作曲することができれば 0% が 10% になるかもしれないし 20% になるかもしれないし、で言っちゃえば、まあ、悪い言い方すると、まあ、言っちゃえば他力本願というか、うんうん、だけどそれで一回ちゃんとそのフローを作っちゃえば、あとは全部自分でできる話なんで、そういった意味でその僕の好きなアーティストをプロデュースしている作曲家をどん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 巻き込んで一緒に作ってやっていった結果、そのリルダークだったり、あのこの間ビルボードで7位だったんだけど ESTG っていうアトランタのギャングラッパーのとこに行ったりとか、そういうふうにいろいろとこうフローが発生してくるんですよね。そのイメージがあったんでずっとそれをやってましたね、ひたすら、うん、その連絡を、うん、まあ、取る時の手段っていうとどんなものを使ってらっしゃったんですか。わあ、やっぱりあの SNS のダイレクトメッセージ、うん、ただ最初やっぱ相手にされてなくて、うん、全くそれをなんでって考えた時に、多分それはね小手先だけだったんですよ、作曲して、うん、なんて言えばいいんだろうな、その海外の自分の好きな作曲家に送りつけるっていう、それをルーティンにしてたから、多分そこに気持ちが入ってなかったんだと思うんです、ずっと。それで相手にされてなかったんだと今思ってて、でなんかこうちゃんとこう自分の魂を込めてこう接するようになってから、やっぱ徐々にこう返事が返ってきたり、一緒に作曲して結果を出すことができたりとか、そういう風になってったんで、まあ、あくまで本当に DM は手段というか、うん、まあ、テクノロジーは進化していくけど、結局人と人が仕事してる限り多分魂の会話だから、
そうそう、だからみんなに勘違いしてほしくないのは、 DM はあくまで手段というか今の時代に合った手段、ただその昔からあるその魂をハイブリッドさせないとやっぱうまくはいかないよねっていう、うん、言える範囲で結構なんですけど、はいはい、具体的になんかどんなメッセージを送られたんですか、うんうん、いや単純に本当になんか自己紹介して、まあ、僕日本人の作曲家ですと、でまあ、とりあえずとにかく有名になりたいんだと、だから 俺の作った曲気に入ってくれるんだったら一緒に作ってくれっていう多分内容を翻訳して、英語できないんで Google の翻訳機に突っ込んで、はい、でそれを送ってたっていう、そうです、そうなんですね、はい、音楽もこう楽譜、ね、うん、読めないで、うん、英語もこう、うん、できない、でもいろいろな自分で考えながらも、うん、こうツールをこう組み立てていって、うん、形にしていらっしゃるんですね、はいはいはい、実際にそのダイレクトメッセージを送って、うん、返事が返ってきた時のことって覚えてますか、はいはい、いや覚えてるっす、それが今の僕のその海外での活動をマネージメントしてくれてるディアッパーゴートっていう、まあ、50歳ぐらいの黒人のおじさんがいるんですけど、はい、その人が一番最初に返事くれて、うん、僕を売り込んでくれた人というか、彼が抱えている作曲家はみんな有名で、うん、でやっぱ人間性がすごいんだろうなっていうのでずっとアプローチかけてて、そしたらやっと返事くれて、なんか他のインタビューでそのディアッパーゴートのインタビュー見てるとなんか最初から見てたよみたいな感じだったんですけど、そうそう、ただ、はい、ただやっぱりその日本人だからちょっと微妙だよねっていう感覚はあったみたいです、やっぱり 人種が違うから、うん、何考えてるか分かんないし、そうそう、ただそのやっぱ途中から彼も言ってたけど、そのトリルの魂、いやドライブって言ってたのかな、なんか気持ちがすごく伝わってきたから連絡返したんだみたいなことはテレビのインタビューで言ってたんで、うん、やっぱ気持ちが通じたんだと思うんですね、はい、それで実際にこう、うん、トリルさんが好きなアーティストとこう一つ曲を作ることができたっていうことになると思うんですけれども、うんうん、その時でどういう気持ちでしたか？それもうわやっとだっていう感じなんですよ、ね、俺基本的に嬉しさを感じない人間なのかもしれないです、っていうのも、はい、まだそこの域に行けてないというか、世界各国のそういう僕みたいなプロデューサーのコミュニティがあるんですけど、ビルボード1位の盾あるじゃないですか、はい、あれみんな10枚とか20枚とか多い人だと150枚ぐらい持ってる人たちがばっかりなんですよ、うん、で、まあ、もちろん持ってない人間もいるんだけど、僕の場合はたった1枚だから、ね、やっとスタートラインに立てたっていうレベルなんですよね、だからその嬉しさがゼロなんです、うん、本当に、だからどうしてもやっぱり日本だと音楽のマーケットも小さいし、だから世界一1回取るとバコンってなるんだけど、海外のやつらって150枚持ってても有名じゃないやつたくさんいるんで、そうそうそう、だからそこの規模が違うから、僕もどっちかっていうとこっちのその海外のマインドにいるんで、どうしてもね、その嬉しいっていう感情が1ミリもないんですよね、やっと勝負できるところまで行ったかっていう、早くちょっと有名になって、本当にその地元の子たち、くすぶってる子たちたくさんいるんで、だけどすごくかっこいいラップもするし、後ろ盾がいないからくすぶってるだけで、だから そこのやっぱりサポートを早くしたいと思ってたから、うん、だから焦りの中やってたんで嬉しさがないんですよ今も、うん、だけど嬉しさがなくてよかったなと思ってます、嬉しさがあったら多分天狗になってるんで 100%、 今も昨日も寝たの4時ぐらいなんで、はい、そうなんですか、ですだからそのくらい今もずっと作曲できてるのっていうのは多分天狗になってないから、だから嬉しさが込み上げてこなかったからだと思ってるから、だから、うん、全然嬉しくなくてよかったなと思ってます今は。
そんなトリルさんが作られる楽曲 の、はいはい、あのご自身が思う強みだとか特徴ってどういうところだと思いますか？僕の特徴としてやっぱり痛みを乗せられる、うん、ところがやっぱり一番の特徴だなって僕は思ってて、その人ってなんて言えばいいんだろうな、普段その暴力的な痛みじゃなくてもやっぱり普段生活してて、あ、心が痛む時だってあるだろうし、なんて言うんだろうな、今それこそネットとかで叩かれて自殺しちゃうような人たちもいるだろうけど、そういう人たちが乗せられるサウンドを作ってる。今日本で流行ってるかって言ったら流行ってないサウンドなんだけど、どうしてもやっぱり音楽って楽しいものだし、共感できることを乗せるサウンドが日本は多いんだけど、僕のサウンドはそういうこうパーティーに向いたサウンドじゃなくて、うん、普段の生活で感じた痛み、妬み、悲しみを乗せられる音楽というか、言っちゃえば教会、僕がイメージしてるのは教会で派生したゴスペルだったり、あとはその男臭さがあるブルースだったり、うん、でこう少しこうニュアンスを入れる、ジャズテイストなニュアンスを入れることによって、その痛みが哀愁に変わるんですよ。そこがすごくかっこよくて、僕はずっとそういうサウンドを作り続けてる4年間、うん、ヒップホップ自体もやっぱりそういう、まあ、魂であったりとか、うん、そういう考えとか理念とかがある音楽なんですか？そう、もともとはね、うん、ただ今はなんか良くも悪くもフリースタイルダンジョンとか、うん、そういった番組で受け皿が広くなって、なんか本質を見失っちゃってるなっていう感じはするんだけど、もともとの始まりはそういうところ、やっぱギャングが人様にこう背を向けて生活してた人間が、その音楽っていう手段を通して真っ当な人間になって、でその恵まれない子たちにその自分が築き上げたものを恩恵として還元するっていう、その一連の魂の行動、うん、それがヒップホップなんで、音楽性とかじゃなくて、うん、だから僕はそこに惹かれてヒップホップを始めたというか、うん、基本的に僕英語も喋れない、さっきも言った通り音楽もできない、じゃあ 俺って何なのって多分魂だけなんですよ、うん、だからヒップホップもそれで、音楽やったことのない人間が音楽を作れるって多分魂でしかないというか、そうそう、だからそこがすごくクールでかっこいいなと思ってヒップホップ始めたんで、うん、普段どのくらいの時間作曲されてるんでしょうか？うん、仕事辞めてからは8時から多分3時半から4時ぐらいまでです。朝の8時から、朝の8時から、はい、夜中の3時4時ぐらいまでです。眠くならないんですか？いや、ねまだ何とも言えないけど、2時ぐらい、2時過ぎちゃうとなんかやばくなるっすよ、こうなんかテンションが上がっちゃうというか、2時過ぎると、はい、もう無敵モードに入ります。お、そうなんですね。ただそれって燃費の消費が激しくて、はい、うん、4時ぐらいにはもう猫ここにいるっすけど、大体あ膝の上にいるんです。そうだから俺最近ベッドで寝てないんですよ、机の上でこうやって寝てます。なんか息抜きだったりとか癒しとかってなんかどういうところ？猫。猫。うん。猫だけじゃないですか。はい。多分僕あんまりその用事がない時以外は外にも出ないんで。名前なんて言うんですか、猫ちゃん？はマリンとノアっていう女の子2匹なんですけど。はい。そう、僕の駐車場に捨てられてて、うん、雨降ってたのかな、で。うん、でそれで拾って、まあ、命見捨てることはできなかったんで、うんうんうん、猫っすね、はい、ね、猫と過ごす時間が幸せです、はい、今後
もう本当に広く目標を持ってらっしゃるんだなっていうのが伺えるんですけど、うん、すごく不思議なのが、うん、その全米1位という、まあ、一つ賞をいただいた中で、はいはい、拠点を、うん、例えばその東京であったりとか、うんうんうん、海外に移すっていうこともできるというか考えられると思うんですけれども、はい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 、あえてのこの茨城そして地元を選んだ理由というか、うん、はいはいはい、ちょっと伺ってもよろしいですか。そうですね、やっぱ話戻っちゃうけど、ヒップホップがそういう文化だからっていうのがまず第一なって、やっぱり海外のヒップホップのアーティストってあくまでインプットしにいろんなところには行くけど、アウトプットするのは地元なんですよ。本来海外で生活してるのであれば、僕が外人でそういった今の立ち位置になるのであれば、別に多分どこに行ってでも海外のやつらってみんな手を取り合ってやる傾向があるから、別にそれは拠点がどこにあってもいいんですよ。ただ日本人って冷たいから、基本的に何て言えばいいんだろうな、手を取り合って何かをしようっていうことをする人間が少ないというか、やっぱりみんな売れたらいろんな欲に駆られて行って戻ってこなかったりとかしちゃってる以上、俺は地元にいるのが正解だと思ってる。僕のかっこいい惹かれたヒップホップを体現するには、うん、茨城にいないといけないなっていうところ。別に茨城にいても東京行って仕事することだってできるし、別になんなら東京の人間はこっち来いよって感じなんで、僕の場合は、うんうん、だからなんていうんだろう、東京に行く意味がないというか、うるさいし、時間もね、なんかすごくせかせかしてるし、邪念も多いし汚いし、もうこんなディスってとあれなんだけど、ただ本当にね、魅力がないんですよね、うん、僕にとっていてプラスになることが多分一つもない。やっぱ地元にいて世界撮って、まあ、あと100回ぐらい撮るっすけど、そっちの方がかっこよくないですか。だって茨城出身じゃダメなんですよ。茨城在住じゃなくちゃ意味ないというか、僕の場合は。だから茨城にいます。まあまあ、あんまりこだわっているような今印象を受けちゃうだろうけど、まあ、自然といるような感じなんですけどね。ただいる意味っていうのはそういったとこ、うん、僕がいることによってちょっとでもその、ね、ヒップホップの競技人口が増えればいいと思ってるし、俺と曲作りたいって人間が茨城にどんどん来ればね、少しでもそのなんか物買わせたりとかすれば、ちょっとでもこう、まあ、良くなるかなんないかは分かんないけど、うん、そういったところでも貢献できると思ってるし、茨城から外に出るんじゃなくて、外の人間が茨城来いよっていうスタンスでいるんで、うん、それが茨城にいる理由です。はい、地元がいいなと思うのはやっぱり自分らしくいられるところがまず一つと、あとやっぱりそのやっぱ都会とは違ってやっぱり横のつながりがちゃんとできるというか、うん、もうそうだし、あとはやっぱり時間の流れが本当に僕に合ってる、うん、この空気の匂いも感じる音も普段の生活のルーティーンも、僕は多分茨城じゃないと生活できないんで、茨城が好きです。はい、うん、ここやべえだろっていうところはみんなでこれから作ればいいと思ってるし、こうやって財産だってたくさんあるし、うん、そうだからその財産を一つでも増やし、もっともっと増やしていけば、まあ多分やばい街になるっすよね、やばい市になると思うんで、はい。もともとその地元愛みたいなもの強かったんですか。うんうん、いやそれがね、最初 DJ やってた頃って、あんまり地元にいたくなかったんですよ。やっぱりすごく外を見る機会が多かったから、やっぱ言っちゃえばなんていうの、隣の芝生は青いじゃないけど、やっぱりそっちにね、なんかこう本当さっきと言ってたこととは矛盾しちゃうんだけど、魅力を感じてた時期っていうのはありました。ただやっぱりふと冷静になって考えた時に、そのヒップホップの本質を見失ってるなと思ったんですよ。さっきも言った通り、やっぱりその今の考え方、茨城にいて茨城を盛り上げるのがやっぱ一番クールだよねっていう考え方に、その作曲 DJ から作曲家になる時期にやっぱりそのマインドにちゃんと慣れて、もうそれが今当たり前になってるというか、
大切なことを外を見たから気づいたのかもしれないけど、うん、だ今は僕がそのね、言っちゃえば一番上にてっぺんにいるはずだから、うん、だから僕のやりたいことができるというか、うん、思い描いてたその後輩たちをちゃんとフックアップして、その自分が経験いらない経験たくさんしてきたから、そういったのを後輩たちにさせないような環境を作れるし、うん、だから余計とその地元に対する愛というか、まあ、地元に対する愛もそうだけど、普段一緒にやっぱ苦楽を共にしてきたそのブラザーたちに対しての愛も多分僕結構強いんで、そうそう、だからそういったところもあって、やっぱ地元をもう総合的に見てやっぱ地元を愛してるというか、うん、外から見た茨城っていうところで魅力を感じられたという点で見ても、やっぱりその DJ の経験っていうのが、まあ、大きなターニングポイントになったっていう感じなんですね、うん、その通りです。やっぱり僕がその東京で DJ しに行ったりしてた時は結構怒られてたっすよ、あの浮き足立ってるっすよねみたいな、うん、もっともっと地の足つけてやった方がいいんじゃないですかとか、やっぱそういったいろんなその今のブラザーたちから言われた言葉一つ一つもそうだし、で実際自分が感じた思いもそうだし、そういったのがやっぱ経験とともに蓄積されて今の形があるから、うん、だからそれも僕一人では多分こういう考え方になってないというか、やっぱり可愛い後輩たちがいて、その子たちにどうにかしてあげようっていう気持ちがあるからここにいるし、だみんなのおかげで茨城にいられるって感じだと思います。あの多分その子たちがいないと俺有名になろうとも思わないし、多分自分一人だと何の欲もないんですよ僕。ただ裏方の作業をする人間がいない中で、俺が有名にならないと後輩たちも有名になれないなっていうのが分かった以上、やっぱり世界早く取って、うん、みんなに還元したいなっていう気持ちがこう湧き上がってきたから、うん、それがそのモチベーションになってるのであって、そうそう、だから自分自身一人で何かやってたら多分僕は音楽やってないと思うんですね、うん。今後なんか茨城とか地元をこういう風にしていきたいみたいなところだと、うん、どういう風になったらいいなっていう思いありますか？あ、やっぱり観光する人間を増やしたいですよね。できるかどうか分かんないけど、で一応は僕の音楽を通して、まあ、なんかフェスを開くとか、僕のそのコネクションを使ってやって、その一時的でも人を来る環境を作りたいなとも思うし、あと10回ぐらい撮ればもっと多分俺も注目されて、茨城出身っていうか茨城在住だよって堂々と言えるし、うん、そういうことを、まあ多分すぐに何かを変えるってことは人間難しいと思うんで、本当に一歩一歩だとは思うんですけど、うん、それをやっていくしかないんじゃないんですかね、うん、だからもしかしたら僕が生きてる間にできないかもしれないし、具体的な目標はないけど、やっぱり生まれ育ったところに還元をしたいっていう気持ちは強いし、なんならその僕が惚れたそのヒップホップに惚れたところの一つでもあるけど、やっぱりその僕も決して裕福な生活はしてなかったんで、やっぱそういう人たちにお金とか配りたいですよね。いや、それがいいことなのか悪いことなのかは分かんないけど、うん、やっぱりそのヒップホップってやっぱり特殊な音楽だから、うん、やっぱりそれなりに特殊なこともやってみたいなとは思います。はい、今後のトリルさん、うん、ご自身の音楽活動であったり目標を聞かせていただけますか？目標はあとビルボード、まあいつも言ってるのはあと10回、言っちゃえば年に3回は撮りたいんですよ、うん、それが目標で、まあ、夢はグラミーですよね。本来 歌い手さんだったら厳しいはずなんですよ、グラミーを取るっていう行為は。だけど僕の場合は裏方なんで可能性はあるというか、グラミーを取れる、うん、だからグラミーが夢で、目標は年に3回ビルボードを取る、うん、で地元の子たちを有名にしてあげられれば、うん、ベストかなとそう思います。はい、トリルさん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。